だ、ありがとう、今日も来てくれて、そしてまた6日に会っちゃうね、イエーイ。あと先生早く寝ようね。でも公式配信はせなな、火曜日だもんね。ナポ、さっちゃんかわいいね。ナポもお誕生日おめでとうございました。マスターもう終わってたけど、2月20日中に配信できなかった。うわあ、じゃあありがとう、いえいえ、いい誕生日をお過ごしください。なんか誕生日の人多いね。葵も誕生日なので、皆さん七瀬葵ちゃんお祝いしたってください。ゆうちゃん2月6日誕生日です。2月6日、ゆうちゃんあと3日後、4日後的な3日後だ。葵ちゃんと一緒なんですわ。2月3日、2月3日あと誰かいなかったっけな、知り合い。ピカチュウのことよく知らないんかーい。でも好きなんね。のび今日公式お当番だよ、この後だよだよ。あのあそうだ、パンダちゃんあれ受け取った、事務所に送ってくれてた荷物ありがとう。いいな、日本語話せないから外人ブルワンね、外人ブルワンね。半角カタカナにすると高音になっちゃうんよ。まあ、今日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました、マオさん。あの頑張って盆栽作らせていただきます。あのね、盆栽作り方見たら結構難しくて作れるかなってちょっと心配になってた。ジュンヤ、サササーン、へいジュンヤ、こんばんは。なぽ、サちゃんが誕生日って言えば俺の誕生日動かせるから、あ、ちょっと動かしといて。3月23日一緒。みんないつもお米送ってくださいだね。お米そんな食べたいの。あこちゃんまた寝落ちて課金したばかりのギガが朝起きたら怖い。本当にあった怖い話だそれ、寝落ち。確かに寝落ちるとね、そういうことがあるのか。キッさんこんばんざーい。いやちょ、普通にお題乗っちゃうよ。え、100?100 の大台突破。バナちゃん1月27って待って何の日だ。くそ、まだ送ってないとか。え、でもちょっと聞いてみて、 DM とかでグループの公式アカウントに聞いてみてもらった方が早いかもしれない。1月27何日か前、ふくふくこんばんは。サマス今日会えて嬉しかった。行かない、あそうだったのか、みんなに会いたくなっちゃったか、かわいいね。でも来て正解だったでしょ、でしょでしょ。まあ盆栽さすがラビさんだな。いや結構ね工程あったよあれ。対象年齢8歳以上だったけど作れるかな、大丈夫かな。まあ、笹が盆栽好きだからちょっと頑張って作るわ。笹錦売ってるところ見かけない。じゃあ新潟県産のコシヒカリ見つけたらそれ買っていただいて、あコシヒカリじゃなくても新潟県産ならいいや。さあちゃんサボテン枯れさせそう。え、なんで？サボテン、サボテンはそんなことない。サボテンって枯れるっていう概念あるんだ。お洗濯物を干しています。ちょっとね、ちょっとお洗濯物は干さなあかんので。のんきもちさん、ピカチュウ、お餅食べたいな。やっぱ胃袋お揃い界隈的な感じで誕生日お揃い界隈、軽率に年取る用意しとく。ナポ1年に2回年取る今年。
2月2日と3月23日、割とすぐ年取るね。あこちゃんだから最近ギガノーカウント対象のツイッター、インスタ、YouTube あんまり、あ、そっか、そっちはカウントされないや。ショールームは、ショールーム入んないの。ショールームが一番ギガ食うのに。パジャマの、パジャマの日のやつだから、もしかしパジャマの日のやつか、送ったのかな、どうなんだろう。今どの辺まで運営さんが送ってくださってるかが分かんないんだよね、ちょっとね。あ、すいません、なんかちょっと嫌な音したかも、ごめんね。たらまる、心の拠り所、あなたの心の拠り所、笹が笹です。こんばんは、ひな。ローマ字にすれば点を聞けるかな。何そのシステム。はあはあ、H H H。はあはあ。一ヶ月来なかった。一ヶ月はさすがにちょっと遅いの。笹川笹はね、芸名ですよ。とてもとても芸名。はらき、恵方巻きうま筋。あ、恵方巻き食べれてない。くーちゃんも食べれてないって言ってたツイッターで。いいなぁ、恵方巻き食べたいな。たらまる、うちのサボテンは枯れるんだ、かわいそうに。まあ作ったら教えてね、自分も買うか検討するわ。分かった、盆栽作ったら写真撮るわ。食べれる盆栽やんね。みんな最近コシイブキ買った。コシイブキはどんなお米だ。部屋干し、浴室乾燥、部屋干し、部屋干し用の洗剤みたいなの使ってる。なんかね、リビングが全部なんか部屋がつながってて広めだから、割と部屋干しでもって感じ。先生、サボテンは水あげすぎると、ああ、そういうあれね。サボテンじゃなくて水あげすぎちゃったあれだよね。水あげすぎもあげなさすぎも要注意。めっちゃ洗濯物を干してますって音がする。シワを伸ばすよ。あ、でもこれ14時じゃないや、全然余裕持って1時半からにしたんだけど、公式配信全然終わるかも。めっちゃサマス、やっぱりライブ見てお話して元気もらった。背中、髪の毛可愛かったよ。置いた。そう、今日はね、高めのツインは何回かしたことあったんだけど、笹川のできる範囲内での最大限の低さのツインをした。あ、おじさんだ、こんばんは。はい、ヨギおじさん。たらまる、ちょこちょこザバンドの音がする。やっぱ22って数字好きなのに1ヶ月で終わるのは切なすぎて、愛しさと心強さも愛しさと切なさと心強さと手に入れちゃったか。あれ、なんだこれ、どうなってんの。目刺されなんど配信同時視聴したから聖徳太子、聖徳太子になるにはあと7人ですね。あと7人で聖徳太子本当は聞けなかったらしいね、そんなに。レナ、さっき終わった。ラルトス、こんばんざーい。まあエールデリバリーなくてごめんって、毎回ちょっといるわけじゃないんだ。なんか最後の曲にいないの久々だった。自分大抵なんか一番最後の曲いがちなんですけど、今日はね、なんだっけ、桜散る、バンザイジャパン、桜散る、ジャンピンアップジャパンに出演しました。すみません、ドゥワンドゥワンゴーエンティングル。なんでちょっとアレンジ加えたの。
キさん恵方巻き馬方うーみんな食べてる新潟ってガタガタ、あーまあ高低差は結構あるかもしれないそういうこと、まあ、食べれるもの詰め合わせ最高だね。食べれるもの大好き、なんでも。絵本巻きやたら高いから普通の日に自分の好きなネタの海鮮太巻き方は確かに、っていうか作ればいいよ好きなもので。小石吹き、小石吹き、小石吹きはこの前めーちゃんが読み間違えたやつや小石吹きって書いてるの小石吹きって言うんでた。笹錦朝日奈ゆうみにゆうみ突然のゆうみ、コシイブキやコシイカリの品種改良前か。何干してる洗濯物かな、洗濯物しかないかな、干物とか干してないんで夜中に。あ、言ってた同じこと。コシイブキやめいさん、朝日奈さん恵方ロール、おー恵方ロール、ロールケーキ食べたいな、食べたいな、食べたいな。節分じゃなくてもいつでも食べたい。物販行った時の笹のお礼にまずやられます。お礼、お礼なんかしたっけ、特別なこと。誰かが食べたい本巻きがいかにもたくそのがっつりツルトロ太巻きで歯ぎしりしたギギギギギギ中トロただおケースの、あ、ザハンドかガオン、あ、やばい、ほつれるところがない。ちょっとよく足りなくなっちゃうんだよな。あ、これを取ればいいのか。玉ねぎ、ツナマヨ、サーモン、すごい、ちっちゃい子も食べれそうな美味しそう。昔ちょっとかたしまゆきちちゃんだね、1万円。なんか節分と誕生日同時になったら食べるの多すぎて2月3日生まれの人大変すぎんって感じた。確かに、え、クリスマス、あ、でもクリスマスはまとめられちゃうのか。確かにそうだね、クリスマス誕生日だったらまあ一緒にケーキとかなったりするけど、恵方巻きも食べて誕生日ケーキも食べて、何、節分の豆だとか落花生とか食べてたらお腹いっぱいだね。でもそんぐらい食べたいな。今日の僕の配信に笹の名前が出てしまった。え、どうしてどうして、気になる。すみちゃん、桜地。桜地。恵方巻き高い。一本2000円高ー。いや食べたんだそれ。高ー。寒いし。お、寝落ち。おやすみなさい。お洗濯物干してるので、なんかお母さんとかが横でお洗濯物干しながら話してる風。ひな、ツインツインテール、ピョコピョコさせながら飛んでるのがワンガ、うん、がワンガ。だったね。ピョコピョコしたっけ？してたっけ？ちょっとやばいな。最近無意識のうちにそのピョンピョンしてんのかな。おかしいな。あ、曲中の話かな。ピョコピョコ、カエルピョコピョコ。干してるの衣装ですか、私服ですか、それとも全部です。笹川さんのラジオ配信は耳に、お、心地いい。そう、あれだから、アルファ波、アルファ波出てるかどうか分かんないけど、聞くと安眠できるかもしれない。
なんで黒板を爪で比較と体が歪むの？それは初耳だよ。笹大好き、ありがとう。おいっ子が昨日から家来てて、それで食べやすいやつで作った。あー、わさびとアボカドね、おいしいね、おいしい、食べたい。アボカドめっちゃ大好き。マック先生、最初のチュインテールはモンスターズインクの女の子みたいな角度だったのに、集合写真は、え、変わってた？多分そんな変わってない。なんだろう、目の錯覚。最初の今日の最初ってことかな。25日連続配信、やきもちこんばんざーい。前に言ってた裕福にゼリーの飲むと聞いたけど、え、誰に？え、笹川が言ってたっけ？笹川が言ってたか。え、ゼリー系飲料どんなのでも飲む。あ、でもウイダー飲むこと最近少ないかもしれない。ライブ前によく栄養ドリンク味のオレンジっぽい速攻元気みたいなのよく飲んでる。速攻元気みたいなやつと、あとこんにゃく畑のクラッシュタイプのやつ。でも基本ゼリー飲料好きなんで、あとあれだ、黄色っぽいパッケージの1日分のビタミン飲みがち。万歳ハスタラム、え、外出してるのこの時間に。ナポちゃん、何も置いてないまな板で包丁トントンする係でママカンプラス、トン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 。あれだ、それは朝に起きた時に聞きたい音ナンバーワン、トン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 。すみちゃん、節分といえば子供の頃に食べたい本巻きの中に入ったカニカマがビニールつけっぱなし。取って取って、それは誰つけたまま巻いちゃったの？それはいかんね。カニカマだってなる。市販のがっつり市販のカニカマだってなる。あの BGM だと、あ、ごめんて、ちょっと今日は干す音が BGM。 あれだよ、フリー BGM だから探して流してもらえたら。まあ、うちの洗濯も終わった。一緒に作業してた、気づいたら。みんな、昨日は豆食べました。お節分の豆かな。あー、やばい。あ、でもこれ全然30分までに余裕で終わるの。まんちゃん、スマホ不調でサブ携帯ショールも見えぬ。あら、買い替え時かな。サブ携帯あるのいいな。アクセス、うん、いや、あ、出た出た、その歌なんだっけ、音程忘れちゃった。前トークポットで歌ってもらったのに。いろんなことして疲れたねの歌だ。ラルタス、わさびとアボカドうまいけどさすがに。そうだね、ちっちゃい子はサビ抜きやね。あ、お寿司食べたいな。笹川の子守唄ねえねえ、このりよ、音程がよくわからない。まあ、サチャのツインテールファンになった。でももうサチャのツインテール会えないかもしれない。次いつ会えるかな。あ、そうだ、ツインテールとは関係ないんですけど、そう、明日的な今日のお腹ぐるぐるなった、オンラインライブ配信
の後にもオンライン楽市楽座をやることになったんですけど、みんなの服装のテーマがアイドルは冬でもなんちゃらかんちゃらショート丈かな、ミニスカート&ショートパンツでみたいな感じだった。だから足出すわらしいです。そんな感じの私服オンライン楽市楽座やるそうです。よろしくお願いします。音楽しか、うん、そうだよね、最初も何もないけど、最初と高さ違った。ジュリアがジュース飲みたかった。あ、なるほどね。大丈夫かな夜中に。アク先生、全部ゼリー。そう、ゼリー系飲料。キレートレモンも最近よく飲んでる。ビタミン C 補給。笹かまは笹川さんじゃないですね。すみちゃん、近所の小寿司で買った絵本巻き、さすがに親がクレームです。ビニール。フィルム。笹山笹かま山になっちゃった。商品化、一政かまぼこさんとかに売り込んだらさせてもらえないかな。しんごこんばんざーい。まこちゃん、プレーヨーグルト食べすぎて気持ち悪くなったね。そうだよ、また食べるとこだった。なぽ掃除機かけながらちょっとんとしながら長電話してお母さんマークちょっとそれお母さん手多すぎない？お母さん手いくつあんの？怖い怖い、ちょっと怖くなってきちゃった。笹かま笹、笹かまよりカニかまが好きですね。実はいろんなことして疲れたね。ざっくりとしたねぎらい。まあ一生懸命にツインテールされてて応援したくなった。そう、頑張って、ちゃんと自分で結んだからね。どや、いつもの感じが一番好きだから会えなくてもまた一挙会えなくてもまた一挙。あ、終わったかも。終わった。話してるとあっという間に終われるね。あれでも眠たい。あの動画で入ってた、あの動画、あれ前のワンマンかな、じゃない、ライブは一緒。ゆうちも今日赤さんのコスプレしてえ、そうだよ、今年はね鬼滅がねすごいからね。多分いろんなお父さんお母さん鬼滅の鬼のコスプレしたのかな。足出すんだったら蹴り出しやすいそう、動きやすい。あ、でも逆に短さを気にしてあんまり動かせないかもしれない。どういうコーデにしよっかな。どうしよう。笹川さんって笹かまの味食べたら、人間の味がする。笹川って打ってるはずが笹山になってた。そういう時だけワン使ってちょっと可愛さ演出したって、そうはいかねえぞキャラ忘れてたでしょ。パンダちゃん、さあさあと2本手が欲しい。いやでも手たくさん欲しいの分かるよ、本当に足りない。すごい千手観音。わっ、落ちちゃった。ワイヤレスイヤホンで掃除機つけて放置、包丁トントン、これでいけます。ちょっとお母さんは静かに、静かにってなんかちょっと語弊があるな。お母さんはただお味噌汁グツグツして包丁トントンしててくれたらいいな。よいしょ、終わった終わった終わった。よし、あ、時間的にちょうどいいかもしれん。
じゃあ25時半頃から公式ルーム、また動画で配信しますわね。ちょっと一旦個人ルームはこれにてだよ。新潟雪積もってきたや、寒い。個人的に好きなの、あ、布団叩く音ね、わかるわかる、パンパン。ツイッターにあげたらゆうみちゃんから、あ、さすが鬼滅好きやからね。ごまかせなかったわね、うん、忘れてたなって思った。わいも忘れてた。コーディネーター、コーディネーター、おお、どうしたどうした、信号。お疲れ様。じゃあ一旦個人ルームはこれにて終了。じゃあ後ほどまた30分頃から公式ルーム配信しますので、そちら見てくださる方お待ちしております。バイバーイ。